私は釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。あれ、虎杖を召喚するわ。いいわね、有子。はい、憧れの人に言われたくないセリフナンバーワンなんじゃない。奇遇。交換したし、まあ大丈夫でしょ。それより伏黒、私ようやく自分の気持ちに気づいたわ。あ、私が彼氏を作るより先に虎杖に彼女ができるのがなんかムカつく。あ、そう。で、京都の誰ですか。メカ丸で確定かしら。逃げろ。わけでもなかったかな。釘崎ダサ。早くしろよ。時短時短、二手に分かれましょう。私は上。いった、危ねえんだよ。逃げ。確かめたいのさ。来ないならこのまま払うわよ。それ抜いた方がいいわよ。決まった。落ち着けよ。最後に逃がすか。いただい精霊地獄ともなれ。残りはこれ。い、似てるって思ったけど全然。寝不足か。毛穴開いの前だろ。他人のさ。ユージは殺させないし、団体戦にも勝つぞ。ちょ、なんだ、怒れんじゃん。そっちのメンバーにもいたわね、ペッパーくん。私が浮くほどの重力の風じゃ。よくも私のご尊顔は。この子一年の割に戦い慣れてる。こちとら完璧も理不尽も答える義務がどこにある。てめえの人生は仕事か。すると昔三人が同じ呪いを受けてないわよね。誰と言ったか覚え。スレージュゴ。じゃあなんでそんな格好してんだよ。変な匂いはする。残念、私との相性最悪だよ。スレージュ我慢比べしよっか。うるせえな。まだこっちは見せてなかったわね。かんざし。すぐに。何見んの。ええ、マジ？半年前でしょ？何がどうしたの？いや、つまりそういうこと。あ、伊地知さん、伏黒まだ乗ってます？今から私より虎杖に詳しいやつが来るわ。あの、まずはそいつに話を聞きましょう。あの、ん？おい、何なんだよ。実はこの子がカクカクしかじかで。つまりそういうことか。ええ、そういうことよ。相手嫌がるだろ。伏黒って女子の前でだけカッコつけてブラック飲むタイプ？やめな。俺の話を聞きたくて呼んだんだよな。いつも飲んでんだよ。